どうも、Dチャンネルです。先日スーパーに行きましたら、こういったものが売っておりました。こちら、ドン。富山ブラック焼きそば。あの醤油の濃い感じと黒胡椒が非常に効いたっていう、あの富山ブラックっていうラーメンが非常に有名なんですけども、今回はそれの焼きそばバージョンっていうのがですね、売られてたんで、これを食べようかなと思ったんですけども、せっかくなんで、これをこのまま食べるんじゃあれなんで、これにですね、よくスーパーとかで売られている、こういう加工調理済みの海鮮食品。今回はこちら、イカのネギ塩ダレの絡んだやつですね。これはもうあと炒めるだけで、イカのネギ塩炒めができるってやつなんですけども、これと焼きそば合わせて、富山ブラックイカ焼きそばをですね、作りたいと思います。まずは富山ブラック焼きそばの包装を解きましょう。オープン。あ、麺がちょっと太めな感じですね。で、粉末ソースと液体ソースがついてて、まあ薬味は普通にネギとチャーシューって感じですかね。ではこちらの麺にこの湯だったお湯を加えていきます。今回4分間だそうです。そんでお湯を加えたら、こちらのフライパンに火つけて油を注いだら炒めてまいります。今更ですがネギ塩と歌ってるけど、そんなネギ入ってなかったですね。そんでイカに火が通るまでしっかりと炒めていきます。いやー、イカのいいところはこの火を通した時のこの何とも言えない香りですよね。この食欲をそそるっていう。そんでイカに火が通ったら、火薬と4分経過した麺を加えます。で、ここから味付けをしていくんですが、すでにそのイカのネギ塩ダレが麺に回ってるんで、全部のソースを加えると塩辛くなっちゃうんで、まあ様子を見つつ半分ぐらいの量を目安で味付けしていきます。おー、すげー、一気にブラックになった。で、仕上げにごま油で風味付けしたら完成です。できました。こちらがイカネギ塩ダレを使った富山ブラックイカ焼きそばになります。普通の焼きそばにね、一品加えるだけでこのにもこう贅沢な仕上がりになるっていう。それでは早速いただきます。まずいわけがない。このね、イカの弾力さと旨味にですね、この濃厚な醤油と胡椒の効いた麺がですね、絡んで、感覚的にはなんかイカのソースとしてこの麺を一緒にすすってるような、で、一体になった時にもう絵も知れぬハーモニーを奏でると言いますか、非常にね、箸の進む一品ですね。じゃあこちらに卵を落として、これを絡めて食べる。うん、まろやかさが増してうまい。ちょっと時間の空いてる方はこんな感じでアレンジしてみてはいかがでしょうか。